まずその VTuber さん、例えばかなえ先生だとしたら、かなえ先生に好意を抱く前に、その皆さんリスナーさんの中の考え方ってありますよね。例えば、タバコ吸わないでほしいとか、タバコ吸ってる人は嫌いとかだったりとか、こういう喋り方は嫌、関西弁は嫌とか、なんかそういういろんな考え方とか認知っていっぱいあると思うんですよ。で、その前提をもとに対して、僕に対して好意を抱くってことがあって、で、さらに同一視だったりとか、問いの対象として入っていきます。でも、その前提とするこの認知と考え方と、問いや同一する対象に動きがずれが出てきますね。その長く教えをしてるほど。だからあんまり VTuber ってキャラ変しない方がいいよって言ってるのはこういうことなんだけども、だんだんこんな人じゃなかったとか、こんなするべきじゃないのにとか、お気持ちがどん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 溜まっていくんです。で、溜まっていくと今度どうなるかっていうと、皆さん無意識のうちにポジティブな感情だけじゃなくてネガティブな感情とかも受け取ってることが多くて、それは好意を抱いてる間は全部それを無視できるんですけども、ある時パーンって冷めるんですよ。冷めていくと今度どうなるかっていうと、こちらですね、一方的に仲良くなったように感じちゃうんです、相手のことを。で、徐々に周りの知らないことも知っておきたいっていう風になるんです。だから、VTuber さんの中の人って誰とか、かなえ先生の本名は、顔は、みたいなこと見たくなっちゃうわけです。なんでかっていうと、他の周りよりも、この人のことを知りたいとか、知っておかなければいけないっていうのは、この自分の前提とする認知とか考え方のそのズレを修正しようとしたりとか、もっとこの人に対して知っておきたいとか、もっとこういうことを、私は知らなければいけないとか、その他のその前世とかの関係も調べて、その全能感とか優越感を得たいとなってくるんですね。で、さらにそこにめんどくさいのが、その対象、その VTuber さんに対する理想像、こうあってほしいとか、こうでいてほしいっていうところと、自分の願望っていうところがさらに重なって、えらいこっちゃっていうことになるんです。今度どうなるかっていうと、このズレが発生すると、認知不協和だったりとか、欲求充足ができなくなりますよね。気持ち悪くなっちゃいますよね。ってなると、欲求充足のために、その対象を管理しようとするんです。で、所有感を得たくなるんです。まあ別にこれ所有感だけでは問題はないんですけど、要は私はこの人を応援してます、推してますっていうことを周囲に知らしめようとしたりとか、ここまでだったらまだいいんだけども、支配感っていうと、もう完全に自分の理想の像に戻したいから、アンチになってくるんですよ。だんだん。例えば、いや昔はこうだったのにとか、で、ちょっとずつ釘を制していったりとか、もう自分の、こう思い通りになる像に本人を近づけようとする。要は自分からその人のことを理解するんじゃなくて、自分が思い描いている理想像に対してその人を引き寄せようという行動が出てくるんです。この人を私の元に留めておきたいっていう、その所有欲、まあ支配欲みたいなところ、独占欲ですね。はい、独占欲と自分の理想像を守りたいっていう気持ちから来てるんじゃないかなって僕は思ってるんですけども、まあこういうことをバーってやっていくうちに、だんだん認知不協和っていうのが発生してきます。この認知不協和って何ですかって、その反転暗示を課すってあるんですが、ちょっと次こちらご覧ください。まずライバーを苦しめる認知の歪みっていうところから、まあうるせえ静かにしろって僕は思ってしまうんですけど、まず前提とするさっきのここの話ですね。視聴者の認知や考え方っていうところに歪みがある場合、バイアスがかかってしまっている場合には、例えば、異性コラボすんなとか、アイドルならファンサするべきとか、例えば、かなえ先生やったらね、和服強要されるんですよ。なんか、刀剣乱舞っていうゲームになんか僕に似たキャラクターがいて、かなえ先生はもう和服以外ないかな、みたいな。こうするべき、ああするべきみたいな。なんか、自分のただのお気持ちとか感想を全体がこう、全体の相違であるとか、一般的な常識であるかのように相手にこう伝えようとしたりとかね、する人もいるんですけども。あと、ゲーム中のコメントに反応するべきとかね。あと、裏でゲームするなら表でゲームする。これよくね、年に一回ぐらいこれ炎上するんですよ、この話って。VTuber 裏でゲームする。それを配信でやってよとか。裏でなんかコソコソしてんじゃないみたいな。で、実際に表でゲーム配信したら炎上するんですよ。これは理不尽な話でございます。これで、お話しすると、認知不協和って何ですかってことは、個人の持つ認知と他の認知の間に、不一致が生じてしまうっていうことなんですけど、これどういうことかっていうと、不一致状態を解消しようとして、行動や認知に変化が起きます。で、反転アンチがちょっと厄介な理由だけちょっとここをお伝えしようかなと思うんですけども、裏切られたら説明してよっていう、で、この、いわゆる応援していた自分は否定せずに、応援していた人にその自分の負の感情ですね、不快感情とかを向けるために加害意識が希薄なんですよ。あとなおかつ被害者意識が強い方たちなので一切反省しないんですよ、反転アンチって。実はなんでかっていうとこちらです。自分の心を守るための行動なんで、要はこれなんですよ。認知不協和が起きて気持ち悪いと、
認知不協が起きて気持ち悪い、どうにかしようって言った時の行動の選択肢の中で一番最悪な選択を取っちゃったと。でもこれは結局本人の中では自分の心を守るための行動で、活動を破壊して自身の患者損害分を自力で救済しようとしてるだけなんですよ。でもこれだいぶやばいんですよ、普通に考えて。だから厄介なんですよ。もう思い出ごと全部破壊してやるみたいな。いや、裏切られたからやり返してんだみたいなぐらいの考えで、で、しかもこの応援していた分、過去の発言とか振る舞いなども熟知して、で、例えば僕のことを応援してくれてる人は僕を応援してる時期のやんちゃ発言とか、イキリ発言とかは笑って過ごせるけど、急に嫌いになったらあいつ昔こんなこと言ってたよとか、あいつ昔あんなこと言ってたくせに人として最低だわっていう風になっちゃう。要はね、恋って盲目で好きな人のね、悪いとこ目つぶっちゃうんだけど、別れた後元彼の悪口ブワー出てくるじゃん。うん。だからそれみたいなもん。的確な批判とか活動妨害が可能。何されるのが嫌なのか一番知ってるから。応援していた時の熱量をそのままアンチ行為に転移させることができるので、苦痛がほぼないんです。しかも被害者意識が強いための行動だから、苦痛がないんですよ。粘着してても。だって普段応援してる時作業量変わんないじゃん。で、しかも、なんだったらアンチ行為してる時の方が周り構ってくれるし、注目を集めるし、なんかやめろよって言ってくれ反応して、要はだから分かりやすく言うと、別れた彼氏にで、なんかあの時なんで私を振ったのよって電話しまくってるみたいなもん。電話しまくって、でもたまに出てくれるじゃん。たまに出てもうやめろよって、もうその時に話してくれた、構ってくれたっていう風に思っちゃって、だから応援してる時よりもアンチ行為の方が快楽になってきちゃう人もいるんですよ。ああなるほどなーみたいな感じで、でしかも被害者モードでいけるから、そう、もうめちゃめちゃ気づくこともできるし、何でもいけるし、バチ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 みたいな。配信が好きで見てるんじゃなくて監視になるんですよ。自分の欲求充足じゃなくて、自分のこう受けた損害分、お気持ちの損害分を何かこうやってやろうっていうところの監視。変なことしてないかとか。だからみんなね、気をつけてほしいのが、この配信を監視してるのか、楽しんでるのか、どうなのかっていうところ、自分で自己点検ができないと、まあまあしんどいことになるんですよ、本当に。だから嫌なら見るな、通じないんですよ。だって嫌でも見てるんだもん。自分が嫌いになってるんじゃなくて、あなたに傷つけられたと思って被害者として見てるから、嫌なら見るな、通じないの。あの子も言って、嫌なら見るなよって言ったけど、いや、あなたのせいでしょってなってるのよ、その人たちからしたら。だからみんなと一緒で楽しんでるんじゃなくて監視してんの、そのアンチとして。ちゃんとだから厄介なんですよ。自分の応援してた時のその自分を否定はしないんですよ、絶対。絶対自分は否定しなくて、全部の原因を相手に対して押し付けるので、で、しかも、攻撃的なコメントとかスパム行為も、いや、あいつが反応しねえからだろうとか、あいつがこうだからだぞ、みたいな感じで、正当な批判とか、制裁だと思ってるから、自分が加害行為をしてる認識なくて、実際じゃあ、法廷オフコラボの招待券が届いた時に、やっちゃったってなっちゃうみたいな。でも、悪いってことも、若干わかってるはずなんだけど、なんだろう、悪いことは分かってんの。悪いことは多分分かってるんだけど、いろんなへりくつをコネ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 して自分は悪くないっていう主張を展開するんです。そういう人って。全部多責なんですよ。いや、嫌がらせに送りつけてる理由についてはこれめちゃくちゃ分かるんですよ。リストカットしてる姿を相手に見せて、あなたのせいで私はリストカットしてるんですよっていうのを見せつける行為と一緒です。自己顕示欲なんですよ。自分のことを見て、ほら、かまって、ほら、あなたのせいでこうなってますよ。だから歪んだ自己顕示欲と、歪んだ被害者意識と、自分の行為の正当化が完了してると、ああいうことできるんですよ。平気で。自分を見てほしいんですよ。自分を無視しないでほしいんですよ。だから自分の感情の置き場を永遠と彷徨ってる自爆霊みたいなの。お気持ち自爆霊なんですよ、あいつらは。成仏しかもしないんでね。法律で成仏させてあげないとできないので、めっちゃ厄介なんですよ。